はい、大駒んちあかでございます。さあ、神奈川北高校との練習試合です。誰にしようかな、注目。なめかわ、中条、岡部。まあ中条だろうね、本当やから。うん、問題はこのなめかわが一発がどれだけ響くかってことだよね。前回の公式試合でもそれ分かりましたけど、それ考えてね、ちょっとお願いしたいですけど。はい、栄光大府湘南対神奈川北、A 大湘南の方がいいかな。 A 大湘南対神奈川北高校、相手はそこそこだけど、多分俺らよりは弱いはず、確かね。あれ強いあ、でも意外性のあるチームか。一発、あれ、あ、勝って、え、負けてねえか、おいまさか早速一発打たれるんじゃねえだろうな、うちのチーム。なめかわ、お前ほんとどうにかしろよ、引っ張り頼む。ドカーンといったれ。そうだー、やっぱ期待、逆転ツーランホームラン、いいね。よくやったん、中条。ねえ、もうイケメン中条。色白で茶髪で、しかもちょっとなんか長身っぽいイメージがある、俺的には。中条いいよ。もう一回行こうか。はいはい、で、それで、引っ張り。ドカーンといったれ、男なら。そう、あー、切れたか。頼むよ。そうだだー、また切れたー。いい当たりしてるんで。あー、バカー、やられたーい。まあ、しゃない。え、やられてねえか。うちのエースはなんでこうやられるかね。引っ張り、頼む。頼むよー。よっしゃー、行ったんじゃねえか。行ったねー。よく行った、中条。ナイス。これで同点かな？同点だね。よっしゃ、4対4。いいね。あ、一、二塁で、バッターは、お、服部か。あ、3番。これは、強振、流し打ち。あ、ちょっと、その前に、ファイト使う、ファイト。うん。やる気上げておく。で、それで流し打ちだな。そーら、やっぱり。よっしゃ。やっぱりその通りだった。そして、中条。わかるよな、俺が言いたいことは。おい、おい、引っ張ってこい。ドカーンと、突き放さないと。もう、なめかわが泣いちゃうよ。おっしゃい、押し出し。もうビビってますか、ピッチャービビってるって。あ、菅原。なんか同じ名前の人多いね。やっぱり、なぜか。横溝。一年生だよね。よし。熱崩し、強振に行こう。流せ。うん。頼むよ。おっと、ポテン。よっしゃー、よくいった。ナイス、よくいった。続けるよ。さあ、次は。あ、こっちも菅原だ。強心臓発動。転がせがいいのかな、こいつらは。じゃあいい、強心積極転がせ。転がして、外野に。よっしゃ、そうだ。オッケー。綺麗。うん。いい打ち方したね、今。オッケー。いいぞ。さあ、突き放すぞ、こっから。今村。威圧。これ、お任せがいいのかな、彼は。わかった。じゃあ、強心、お任せ。ダメー。お任せはあんま使わない方がいいのかもしれないね。もしかしたらだけど。こっちの番だ。あ、守備。あと、ツアーズだから安心。なめかわが投げ続けてるね。95球。ラッキーボーイ。発動。で、打たせて取れ。定位置。ツアーズだから無理することはない。お前の一発だけ、一発が怖いからな。あっさり返されそうで怖いよ。よっしゃ。おーほおい、どうした、その弾丸ライナーでお前突き抜けられたんじゃねえよな、さか。いやー、守備力の低さかな、もしかしたらだけど。こいつに打たれてんじゃん、ホームラン。やっぱりそうなんだよ、こいつ一発持ちだからさ。しかも気がついたら一発同点だべ。怖っ。頼み、おっしゃ、よく押せた。オッケー、いいね。2点差、なんとか抑えろよ。よし、こっちの番だ。最後、板倉。流し、究極の思考で引っ張りとかいいかな。よし、いいぜ。はい、で、引っ張ってこい。ドカーンといけ。あ、違う、よいしょ。頼むよ。なんで見逃すかな、岡部。ラッキーボーイ。発動。いや、これは盗塁やってもいいかな。ちょっと盗塁試そう。よいしょ、いいね。で、持って、盗塁3投はさすがにダメだろうな、ヒットエンドラン。よっしゃー、ヒットエンドランが効いたぞ。オッケー。
もうなめかわが怖、な、もう不安だから何点取られてもいいようにもうこっちから打ち返しておかないと今のうちに。は、3番、服部。ヒットエンドラン。よっしゃー、またヒットエンドランが効いたか。オッケー。いいね。よし、4点差。さらに。もう大丈夫だろ。さあ、中条。ミスタレ。お前一人で今日めっちゃ打ってるからね。引っ張ってこい。やっぱりありがとうございます。続けるか。あ、もうさよなら行っちゃう。さよなら。7点差だっけ？あの、7回からは確か。あの、コールドの条件は。あ、でももう、あ、コールドギリギリだな。ノーアウトなんだ、一塁。ここで切ろうか。根本。ネギシか。究極の思考発動。犬塚、お前どうした、その調子。ひどいな。内角。詰まらせる。だい、頼むよ。ストライク。よし、はい、よこせた、ワンアウト。で、西野。変化球、定置。まあ、ゲッツーシフトでもよかったんだけど、まあいいかな、とりあえず。これなんとかなるだろう。そんなに強くないと見た。ほらね。よっしゃ、ツアート。オッケーオッケー。さあ、代打 ?1 年。相場かな多分。引っ張り、変化球中心で行くうちのチームは。あんまりストレートってね、あの、ドカンとやられるのも俺も嫌なんで。犬塚お願い。よっしゃ、よくいった。3者連続三振。なんとか行きましたね。さあ、最後。かな？ん？あ、そうか、菅原。強振積極の転がしてこい。最後じゃないか。でもなんとか抑えて。よいしゃー、よくいった。いいね。今村。さあ、どうしようかな。送りバント。強振からの、うい、ま、確実にもう一点欲しいからね。ここで、あ、でももう8回裏だから変わんないか。どうしようかな。で、これでちょっといろいろ試してみようか、この際に。下位打線はこういうあの小技を使っていこう。何をしている？いいえ、ひどい。おい。おいおいおい。ほら、ちょっと待って。ポテン。ラッキーセーフじゃねえかよ。犬塚。これ、代打すかな。代打、もう、こんな点差あるんだったらちょっと新しい1年を使っていこう。奥田、行こうか。ね。強心臓は発動。転がしてけ。もうお任せでいいや。打法。うん。最悪入ってくれりゃラッキー。入りゃしねえだろうけど。やっぱ、新しい選手を使っていくのは大事だからね。ダメでした。まあ、かつ、最後、ピッチャーどうしようかな。塩島か、曽根か。まあ、とりあえず、じゃあちょっと、曽根今まで試合出てないんだな。不安だけど、ちょっと出してみるか。曽根に投げてもらって、でなんだこいつ、ひげすごいな。いかつ、怖いよ、ちょっと。伊先生か、これで。16歳嘘だろ。よっしゃ。よし、あばらぎ。あらわぎか。あ、待った。ちょっと待って。これは低め中心だな。よいしょ。おっと、おぉ、マジかよ。まあまあまあ、でも、大丈夫。点差あるから。菅原。よいしょ。さあ、臭いところ、攻めて。これ、ゲッツ行こう、ゲッツ。うん。あ、ゲッツシフトが良かったかな。まあいいや、なんだかいけそう。ソーラやっぱり、ツアート、オッケー、あと一人。ソネ、最後行け。最後、攻めてくれ。内角。よし、いいぞ。三振。ダーン。おいおい、なんで止まった今。センターが取ると思ったのか。まあいいや。やばいな。一気にピンチか。ゼロで抑えてほしいぞ、でもこれは。せっかくだから。ねえ。森の、臭いところ。よっしゃ！オッケー。よっしゃ、よく押さえた。だったー。はい、こんな感じです。5対11だね。なんとかなりました。いやー、助かったよ。ねえ。まあ。結果オーライかな。やっぱそうだね。1回3回5回とやっぱホームランが来てるわ。打たれまくってる。一発消したい、こいつの。どうやって消すんだっけ。評判が上がった。少しなんだよな。中堅ぐらいにしてほしい評価。じゃないとちょっと俺もやっていけないよ。メントレ。20勝。導入。
機材交換。どうしようかな。ちょっと打撃マシンで。はい。やめとこう。もう、あとは貯める。よっしゃ。メントレ、メントレイ。よっしゃ。コントロール補給、守備、補給、守備。オッケー。すいに疲れておいた。いいけどね。どうしよっか。もう、守備連携でもう合宿行っちゃっていいか。よいしょ。よっしゃ。パワー、守備、守備、守備。さあ、合宿始まります。ということで、合宿、頑張ります。次回行こう。それじゃあ、またねー。